このご無念は必ずお晴らし申します。やっさん頼むで。いや待たれ、腹の場所に縄出す気は不吉でござ。あだの者を出会え出会え。れほどおとどめいたしたに、やはりお気に入りではなかったとか。この世にただ一人の兄上に死別して、今後何を頼りに生きてまいりましょう。兄上、霊前悪はいかにもあれ。裕次郎、必ず中山安兵衛を敵と狙います。さあさあ買いなさい買いなさい。今評判の仇討ち話、ところは清橋八軒長屋の住人中山安兵衛武経は、叔父の敵中津川雄藩以下十八人を、ちょんちょんちょんのバラリンズンと、ものの見事に切り捨てたり。さあ、評判じゃ、評判じゃ。買いなさい、買いなさい。さあ、買いなさい、買いなさい。さあ、さあ、買いなさい。はい、中山安兵衛殿は、高田の馬場において、敵十八人を、ことごとくただ人たちで仕留めたとのこと。なればこそ、そこをいずれも安兵衛殿を召し抱えると、それぞれ人を走り、手ずるを求め。ほどの人物、欲しいの。いや、その、中山安兵衛は、娘八重の婿に決め申した。老人、老人、うるさい。してしゃべる。老人、さようなでたらめを。誰がでたらめを申した。ペトロメは敵が嫌いじゃ。ご老人、それではあまりに心臓が。心臓の強いのはわしの自慢じゃ。このご安心くだされ、すでに婿引き出物も済んでおりますれば。
しい。手回しがよいの。今時の若い者はまどろっこしくて見てはおられません。の岡の氏、竹林殿。中山安兵衛竹常は叔父の和田共に天をいただかずとかけること二里十三丁、高田の馬場にて十八人を切る。そうなるかな。剣を握る者の喜び、これに恋ゆる者なかるべし。朝席剣を取って親しくご伝授下された先生のおかげです。いや、我が門から貴公のような人物を出したこと、わしは嬉しく思う。休み飲む。は。おいおい、この辺りで中山安兵衛殿のお宅ご存じないか。はい、この奥ですよ。この奥か。あいつ、あいつうるさいやつだ。不在でござるぞ。ババ、おいババ、おい、ババはおらぬか。やっさん、なんだ。うるさいな。おいババ、これを鏡を抜いて伸ばすから追い返してくれ。よしさ。何本だ。そんな怖いじゃねえか。それに近所隣の子が虫を起こしたらどうすんだ。ダメだよ、いくら来たって。おじい、おじい、おじい、わかってやるか。おじい、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 それ見ろ、子供も虫出したじゃねえか。気をつけろ。本当に痛い。何か痛いだ。それは向こう来て。何か痛いだ。はい、この天気のいいのに何をグズグズしているんだ。はい、お前さんがいくらブラブラしていたってね、あの奴に連絡はなれないんだから、さっさと働いてみて。はい。あいつはかかあで、俺は亭主。
そうすると亭主はかかあより。いないんだぞ、亭主関白を知らぬな。何を。はい、朝だけの味はまた格別。なんだ、もうペインペインとやってきて、もう大丈夫だよ。そりゃよかったな。あのね、やさ、本当に飲ませてくれんだろうね。おお、飲ませるとも。長屋の衆、みんな呼んでこい。みんな呼ぶのかい。うん、そうか。じゃあもう今、じき呼んでくるわ。おい、ババ。なんだ。おかずがねえが、金持ってるか。金ないよ。おかずがなくちゃうまくねえな。そうだね。仕方がない、そのしごきで何か買ってこい。これだね。あいよ。いいか、長屋の連中呼んでくんだぞ。やってんだよ。この方がよっぽど気楽だ。単な話なんか、まっぴらまっぴら。早く言っといてよ。はい。おい、ボクさん、何してんだよ。あのね、ヤスさんがね、ちょっと飲ませてくれんだとさ。うん。それでね、これを持ってって、うん。それで、うなぎを買っといて。うなぎを。あ、うなぎを。ああ、うなぎを、うなぎを、うなぎ中口だよ、うなぎ。バカ野郎、ぐずぐずしないで早く行って買っといてよ。はい。外して。おしつかね、お前さんね、あの長屋の人をみんな呼んでくんだ。はい、いいか、やっさんが振る舞いだって言って。はい、いいか、大酒だよ、はい、早く。俺はうなぎが食べたいよ。うなぎ、ああもう来る自分だわね。開けて。お前は用がないの。はい。ダメか、立派じゃった、立派じゃった。いや、それに殿には一日も早く貴殿の顔が見たいと言って。いや、それがしはいずれに限らず痴漢の日は。いや、それでは約束が違う。すでに中山安兵衛はそれがしの後見相続と。いや、
この庭、ご満足じゃ。誰がそんな約束を。覚えがござろう。あの博多の馬場の決戦の右。はい。あの説は大いに助かりました。いやいやいや、礼には及ばん礼には。あれ以来、貴殿と拙者は親。安兵衛は取りも直さず、浅野家のものだ。とんでもない。何を証拠に。娘八重のしごきが何よりの証拠。俺こそ堀部が貴殿に送った婿引き出物。何、婿引き出物。やった。ああ、ただいま。あのな、やった、あのしごきがね、高く売れて、ほら、この牛とぶきやろみが今頃帰ってきやがって、どこをうろうろしやがったんだよ。はい。わしは昔から一切ピンは跳ねないから。なやつだ。いや、こりゃ話せるな。大いに話せる。婿引き出物を釘屋に売るとは、こりゃ話せるわよ。俺の負けだ。その代わり注文がある。こう。第一、愛用の若座屋を撤回せざること。よろしい。第二、長屋の連中に大変世話になった。月1日15日の両日、いくらかの金品を賜ること。よろしい。第三、感情の発するところ、これを行う。原稿を訂中せざること。よろしい。第四、たとえ親子となりたるも、中山安兵衛を名乗ること。何、何じゃと。重ねて言う。たとえ親子となりたるも、中山安兵衛を名乗ること。しぶしぶながら承知じゃ。どかちゃい、どかちゃい、どかちゃい。高山安兵衛殿は浅野藩堀部屋兵が射止め申した。何、浅野藩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 、あの番主の だよ。みんな、予算が偉くなるってのに、しんみりしやがって、なんだろうな、元気出せ、本当に。
じいさん、なんて言ったっけ。堀部のクソ親父だよ。堀部さん、堀部さんとやらへ婿入りなさるについては、これから先道で会ってもだね、安さんだの、ずる安だの、のんべ安だの、喧嘩安だの、心安く言っちゃいけない、知らない人で通るんだよ。ヤスさんを景気よく送ってやろうじゃないか。よし、ヤスさんのために結局やってくれ。あ、やろうやろう、まあ、よし。まだ見えるか、うん、やばい。旦那様、あのお嬢様もう片のが見えられる、もう片のが見えられる、おまかの、待って、もう片のが見えられた、しばらくどうぞ、しばらくお待ちください。せっかくの七日の時刻を拙者酩酊のあまり失念いたし、いらにいきら、
待ってるよ。おう、やっさ、嫌になったらいつでも帰っといてよ。中山、安兵衛殿、いいかに長屋で約束すればこの集大は何事でござる。それは何そのやいはおらぬか、両人女中どもはおらぬか、こらおらぬか。お父様、なんじゃ、なその泣き顔はなんじゃな。みっともない。こうおしろいでもつけてきれいにしなさい。きれいに。でもお父様、旦那様、旦那様、その何が用がある。あっちゃいまいり。なんだからじゃない。こうおしろいでもつけて、紅でもつけてきれいにするのだというの。お父様、なんじゃ。お客なんだ、ほっとけ。どうでもいいわ、バッコの目。いや、立派な婿や。うん、やっさんは、はばかりながら、赤穂藩の堀部さんのところへご用事だ。人間、何が幸せになるかわからないもんだね。中山氏もいよいよ堀部の人回りのところへ養子に来られたそうじゃ。だが心臓の強いじじいにはかなわんて。しかし安兵衛殿も定めし、あのクソ親父には脳を焼かれることじゃろう。はははは。おやくの子の字、おはようござる。わしは何も聞かなんだぞ。いずれ明日向こう安兵衛をお引き合わせます。中山殿が来られたら行ってお教え願おうかの。拙者もそれが楽しみじゃ。いや、拙者もそれを楽しみにしてるのじゃ。頑固やね、とうとう金石を射止めたな。じい、一日も早く見たい。わしは待ち遠しいぞ。いや、それどころではない。今日は十五日だ。長屋の連中が待っていよ。
やさん、いつでもすまないね。みんな喜んでるんだよ。おい、長屋の衆、やさんがお金持ってきてくれたよ。おい、早くおいで。おい、ありがとう。おお、やった。あんたの奥さんは別品だそうですな。あ、いやいや。連中で赤面を刺すなんて、とんだ礼儀知らずだ。飛ばし者だぞ、案外。それに、我々の杯は小さいからと言って。酒は大杯で飲むに限る。だいだ遠慮なくつがしゃれつがしゃれ。なるほど、朝の子は。噂以上のご名君、いずれを見てもご立派な方々ばかり。それがこともあろうに、この中山安兵衛に来るご主人、いやはや人間至るところに生産ありでござるて。誰の？はい、中山康兵衛様。何？中山康兵衛、かけてるな。頑固親父め、昨日の話の通り。いや、掘り出し物、掘り出し物。その腰つきではかかしもつけもたん。
教頭を抜きなさい。立派なお覚悟です。今後一生懸命勉強してください。拙者はご存知かもしれませんが、ただいま堀部の宅におります。武士の魂を足げにして申し訳ありません。差し当たりお困りですよ。どうかこれを。これでも関の孫六一本杉ですよ。いりません。仏に情けをかけられるくらいなら、私は今日から刀を捨てます。むしろ町人になった方がマシです。いや、撃たれる者より撃つ者の方が幸せです。その日の一日も早く来ることを安兵衛は心からお待ちしております。兄上、裕次郎には到底敵討ちなどはできません。あっ、お父さん、何をなさるんです。話いいえ、話聞かせて。誰か来てください。誰か来てください。お願いのこと一つ。婿安兵衛本日の不始末は、お茨城ってお詫び候こと。一つ、朝夕藩校に仕えて64年、いまだ人物の鑑定は誤らざるつもり。たとえ堀引を廃絶するとも、中山姓をそのままにて、中山姓をそのままにて、安兵衛を相続、お引き立てお願いのこと。いやいや、嫁。娘、八重に当たるの夫、安兵衛に仕えるべし。ただそれのみにてつかぬ。父、堀部八重。父上のご心情、安兵衛竹常、もはや中山姓を固執いたしません。分かってくれた。お父様。父上、噂に聞く浅野子はご名君のよし、罪は中山安兵衛にこそあれ、ただ今からの堀部安兵衛にはなきはず。今一度我が君へお取りなしのほど。話話浅野子御名代。中山安兵衛竹常こと、この特別のおぼし召しをもって楽府堀部屋兵と同じく200石、馬回り役に列せらん。ありがたい。安部殿、お互いに良きご主君をいただいて幸せでござるの。
がよく似合うよ。そうそうそう、その意気だよ。お待ちください。あれはこの度特使御経王の役ご拝命相なりたるに、これが後日夕食の貢献役では、高家筆頭平光助の助義仲、でもお前一番上手だから困るよ。困るって言ったってないものはしょうがないじゃないか。ヤさんどうしてんだろうな、本当に。どうせもらう金だ。もらいついでにみんなヤさんに会いに行こうよ。行こう、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 早く、早く出ちゃいかん。達者で暮らせ。大将、お得意の殿様が大変ですね。平様といえば、大したお得意様だからな。
花よりもなお我はまた春の名残をいかにとやせる。太夫、君父のあだは共に手をもいただかず、もちろん復讐を。バカ、この太平の宮に復讐などとはもってのほか。でも太夫。黙れ。それに平殿の後ろには米沢、紀州、甲府がついているのを忘れたのか。でに、かくなっては致し方がござらん。各自、おのおのの道に進まれたり。もう忘れたか。休みだな。名利への名利に王は欠くぶとも窓川蝉の虎でやむべき。太夫、安部、行け、江戸へ。米沢表より小林平八郎以下30人、無事到着。右、お取り次ぎをこう。お通りください。参ったか。平殿、庭の菊が満開ですな。遠路、お疲れ様でございます。貴様は何だ。で、平様出入りの高文と申す高屋でございます。やつらがいなくなって酒代に応えるよ。それはそうと、やつさんは今自分どうしてたろうな。よくできたな。うちはいつもの八百屋でございます。おう、おいつもの、おう、おう、やい、あのいつもの八百屋が参ったぞ。おう、やすい。例の場所で重大会議。あなた、これはおやつでございます。
ありがとうございました。あなた似た向こう嬢さん、今のは在所の友達です。お嬢さん、大工と生まれたからには棟梁が精魂を打ち込んで作ったキラ様の絵図面とかが見たい。でもあれはお父ちゃんが。大石殿も近々入居あり、これまでに確実に手に入れるべき条項2つ。まず第一に、平家絵図面。心苦しいだろうが、これは丘の氏、全力を挙げて入手されたい。さらに第二、平戸の在宅の確実なる当日、少なくとも1回前に判明できれば上々。殺せられよ。米沢をもってより小林平八郎以下30人、平家家人として上京したぞ。野川か、バカ。何の意向があって拙者に付け立ったか、わけを言え。わけを言えんか。いけもちだ。え、言わんのか。言わんのかと申す。なんだよ。秀吉がかからっとわかっちゃいけないよ。ほら、珍しいヤスさんじゃないか。あ、ヤスさん。ダメだな、言っちゃっちゃ。おい、大変僕。お前たちが束になっていったってね。あの人に勝てるもんか。あれは高田の馬場で18人をちょんちょんと来た中山のヤスさん。何？待て、アクロリオルビヤスベ、またか。
今夜あたり絵図面が手に入るかもしれんぞ。そうか。おい、俺には貴様の苦しい気持ちがよくわかるぞ。ありがとう。ごめん。薬が取りたいな。うん、薬が取りたい。そうだ、そうだ。おい、噂を聞いたか。すごい腕だというじゃないか。何が？小林平八郎だ。何？小林平八郎？おい、どうした？貴様知ってるのか？いや、俺は知らん。お前ってことじゃ何者だ。俺に言わせて、先にやられた。そうだ、そうだ。奥林は、まだ帰らんのか？ん？遅いの。おい、死んだ。どこにもいませんぞ。何、いない？赤穂の痩せ浪人ども、そう遠くは行くまい。それ。飛騨の奴らから命からがら逃げてきた。そうか、よかったな。よかったな。おい、うまくいったな。おい、いくら町人に姿を変えてもダメだ。十代総伝のこの顔形が承知せん。おい、まんまんすると大臣が水防に来すんぞ。おい、安井、どうした？俺も今日、この顔を見破られた。何？これで安兵衛竹常と見えるか。堀江、やる。俺はきっとやるぞ。赤穂の痩せ浪人ども。いくらジタバタしたところで、わしが米沢へ参ったれば、手も足も出まえ。畜生。あ、うまくいきましたか。
それを手本にして国へ帰り、いい大工になってお嬢さんと幸せに暮らしましょう。これはめでたい。まず第一の難関突破。頼むぞ。おい、何じゃお前は。あっち行くのか。行け。大将。毎日毎日キラ様からお酒の注文が大変ですね。うん、いいお得意さ。何しろ100人近くいる上に、また米沢から付け人が30人ほど来られたのでな。大将、うん、キラ様のご門官。お、あ、今晩は休みました。せっかくですが、もう寝ましたよ。うるさいな。おい、小僧。おい、小僧。え、そこを開けてはあげ。おい、みんな、奥へ入って寝なさい。何も聞かずに使っていただきたい。何も聞かずに使っていただきたい。花向け、これでお許しください。
別れが近くなりましたが、せめてお別れまでに一度ぐらい茶の会を。いや、このままのお別れは心残りですからな。では13日、いや、この14日にやりますかな。しかと、拙者万象を繰り合わせてもご参加いたしたいが。いや、この14日、間違いはありません。待て、おい、貴様は誰の許しを受けてここへ入ってきた。当家御用の佐賀文と申す佐賀屋でございます。おい、佐賀屋、おい、お前はこの間の八百屋だな。いや、違います。おい、貴様は赤穂浪人堀部安兵衛だな。いえ、決してさようなもんではございません。この通り、ご当家の門官も持っております。今日初めてお伺いしましたもんで、ついに血も間違えまして。何？バカ！貴様が堀部安兵衛であるかないか、この小林平八郎の目をごまかされると思うか。おい、貴様は赤穂の犬だな。いえ、違います。おい、クリア、なぜ黙っているか、なんとか言え。言わんか、こいつ。おい、なんだ、堀部安兵衛は貴様のような化け物ではないわい。まがせずと早く行け。心して聞け、平光介殿在宅当屋は。え、12月14日。あ、先生。当屋、茶の会神明にかけても。先生、剣を取って50年、御門の名にかけても。安兵衛、抜かれてないぞ。12月14日。何？間違いはあるまいの。12月14日。我ら剣馬の労を取ること1年言うよ。もし万一のことあれば一回。しかと。は、12月14日。大丈夫か？大丈夫。
探せ。何？ありがとう。ことによったら気が、気がに違いない。